現在も解体工事が進んでいます。100メートルあった塔はもう三分の一程度しか残っていません。かつて25階建てで高さ100メートルあった100年記念塔は解体工事が進み、現在は8階までの高さになっています。1970年に建設された100年記念塔は解体に反対する声もありますが、 老朽化を理由に去年10月から銅が解体工事を進めています9月には当本体の解体工事が完了し来年の5月には基礎部分も撤去される予定です